すごく飲みたくなってしまった。ああ、ぶつけないで大丈夫そう。あ、松井先輩。もしもし。なになに。あ、ラミちゃん配信しと、もしや。あ、そうそう、今ね、配信中なんですよ。あ、そうなんだ。同じやん。声大きいな。同じやん。ラミちゃんも配信して、まつりも配信して。そう、まつり先輩も配信して。明日コラボするくせに。なんですか、くせにって。コラボじゃん、もう実質今も。え、な、ダメなんですか。いや、いい、喜びな。あ、じゃあいいですよ、聞きます。ラミちゃんなんだかんだ祭りのこと大好きなんだからね。え、なんだかんだじゃないですよ、大好きですよ。本当？え、大好きですよ。本当に？じゃあ、まあ、どこが好き？あ、祭りでも。ラミーがね、この憧れてる松井先輩、うん、これと思った。本当普段は今は今の松井は今の松井先輩は、うん、なんていうのかななんていうのかな、なんだよな、言ってみろよ今の松井先輩はほら、お友達に近い感じ。あ、マブね、マブマブとまでは言ってないけどマブとまでは言ってないけどマブじゃないのマブじゃん、同じ、そうそう、うん、同じ飯をつつき合った中じゃん確かに、ね、ほら鳥の、うん、ね、鳥のさ、あ、鳥のね、大きいやつね、そうそうそう、生贄を捧げたもんね。そう、捧げて、同じ呪文をさ唱えたね、唱えた中じゃん、うん、黒魔術をね、そうしたじゃん、うん、した、マブだ、マブだろがよさ、うん、忘れてた、マブだった、そうだでよ、ね何笑ってんだよ、ラミちゃん、今日もニコニコしやがって面白いな、でもね、まつり先輩も365日24時間面白いなと思って。違う、それはラミちゃんが浅はか、うん、どういうことよ浅はかだったか、なんて言えばいい、だって分からんけど、うん、そのツボが浅はかなんだよ、すごく。どういうことよ、ツボが浅いっていうこと。そうそのパンツとどれくらいの期間ご一緒していますか？買ってから。え、祭り先輩は？祭りのパンツ、これね、初めて履いたこのパンツ、初めてパンツ記念日だよ今日は。ピンクのフリルついてって。え、なんでそれを今日履いたんですか、じゃあ。え、なんか手前にあったから、この並んでるパンツが。ああ、新しいと手前に入れますよね。あ、そうそうそう、うん、だから。あったからだね、別にこいつに。わかんなくもないけど、特別な思いは何もないけどえ、あ、そうなんだ。そう、初めて一番古いやつはね、もう、うん、あの、糸がほつれて出てきてるやつがいっぱいあって、そう、中にはね、破れてるパンツもあるのね、うん、なんで捨てないんですか、それ。思い出深いの。捨て方がわからないんだよ、一人暮らしだから。それはわかる。でもね、あれじゃない、あの、紙布の日とかだとさ、あれ、なんだっけ、恥ずかしいじゃん、もし、あ、この人パンツ捨ててるなって、ゴミ捨ての人に思われたらどうしよう。紙布の日とかだと、リサイクルになっちゃうから。うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、だから、あの、普通に燃えるゴミの日に紛れ込まして捨てるのが正しいと思いますよ。あ、そうなんだ。じゃあリサイクルではないから、もうこれはいっぱい使い込みすぎてボロボロだから、誰もね、やっぱリサイクルしたくないと思いますのでそう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 、ハサミでこう切り刻んで細かくして、そう、あの、ゴミと一緒に捨てるといいと思います。あー、なるほど、めっちゃ勉強になりました。ありがとうございます。え、今までじゃどうしてたの、その。え、だから捨ててないんだって、ずっと全部。生まれてこの方捨ててるでしょ。え、じゃあ親やん、親。
一人暮らし始めてから今もう2年経つけど捨ててない。本当です。2年間パンツ履いてんで、2年、2年ものがあるよ、うちには。みんなえって言ってる。あれ2年も履かないのパンツ。検索したらいいじゃない、パンツ捨て方で。いや、そんな発想なかったわ。なんだよラミ、お前でかい乳ぶら下げやがって。この清楚担当とか言いながら、お前は飲んだくれの乳ブルブル女め。え、まつり先輩でもこの間までそんな感じじゃなかったですね。嘘。比較的いや、いっぱい言ったけどな。割と切り抜きすでに上がってるけど、そのパターン、うん、ラミちゃんのおっぱいは大好きだね、俺は。なんも何の話してんの、もうラミーちゃんの乳をもぎ取りたいもん。いつもやめてくださいよ、できるのかって。できないわ。いつも何もできないよ。できないのか。あ、でもね、うん、祭りね、うん、あの今日ラミーちゃんとで、ね、アホ毛が同じなの。あ、ほんとだ。ほら、配信見たよ。あ、ほんとだ。まつり先輩ちょっと取らないでもらっていいですか、ラミのアイデンティティ。アイデンティティ奪ってく。てかまつりの方が早いけどね。まつり1年目からハートになってたからね、これ。わー、もう取ったのはラミだった。そうだよ、アイデンティティをね、取ったのはラミたんだよ。